ゴー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 、最後まで10 11 12 13 14 15。スタートトレーニングスタートです。スキップからお願いします。スキップからお願いします。この子もギリ何してんの？おい、ゆうひ何してんの？スキップ、おい最後まで、おい何してんの？関口ゆうじアウト。行けよらい。体幹体幹どこ？はい、止まんな。ライラララライラララライコラライコライケイケゴーゴーライラララライラララライコラライコライケイケゴーゴーぐらい、はい、イケイケゴーゴー。北川純一です。2016グラムトレーニング合宿の映像を見てもらったと思うんですけど、この映像はですね、実は面白いところをちょっと撮影して面白おかしく、ブログや、Facebook に上げようと思ったんですけれども、あともう一つはこういうトレーニングしてますよというのを撮影してですね、あのいろんな方々に説明する、資料として撮影したんですけど、せっかくなんで、ちょっとチャンネル11でまとめさせていただきました。ちょっとふざけてるところも多いんですけれども、それはそういう理由とあの理解いただいて、この合宿というのはもう僕10年ぐらい、参加させていただいてるんですけれども、もともと石川遼を17歳から数年前まで育てた中田健トレーナーと、あと阪神タイガース元阪神タイガースの檜山さんがですね、マンツーマンで大学出てから、2人で、マンツーマンでトレーニングを重ねてきました。その環境がずっと続き、寮の影響もあり、いろんなゴルファー、いろんなボクサーなんかを世界チャンピオンも育てましたね。あと野球選手、陸上選手、いろんな選手がですね集まって、グアムのレオパレスでトレーニングするんですけれども、今年から、僕の周りにレーシングドライバーの若い子たちがものすごく集まってきました。5年ぐらい前から伊藤大輔だけ参加するようになったんですけど、ですから今年総勢レーシングドライバー8名かな。僕の今のこういう年齢とかタイミングとかいろんな問題でですね、僕が長年かかって僕が得た環境、レーシングドライバーがアスリートであることを示したいがためにですね、トレーニングをしてきた部分というのは僕の中でものすごく、もちろん自分のパフォーマンスを上げることもあるんですけれども、そういうことがある中で、そろそろ僕が得た環境をですね、若者たち、レーシングドライバーのこれから先日本のモータースポーツを背負っていく若者たちに、与えようかなと思ったのが今年です。ですから今年たくさんこういうふうに来ていただいて、こういう状況でやってるというのをちょっとあのこうチャンネル11の中でも見ていただいたらと思って、アップさせていただきました。また写真等はですね、僕の Facebook でアルバムを作って、載せてますし、ブログとかでその日その日こういうことがありましたよっていうのをアップしてますので、ぜひそちらも合わせて見ていただければと思います。ちょっとふざけてる部分がある部分は、そういう面白おかしくあげようといった部分であって、至って真面目にきちっとトレーニングしてますので、彼らの頑張りも見ていただければと思います。2016年、僕の周りに集まった、レーシングドライバーの活躍をものすごく期待していると、ともにですね、また僕のこういう環境に、入りたいというような、真面目で、ハートがあるレーシングドライバーだと受け入れたいと思いますし、別の競技でも結構です。ぜひ脇坂11にまた声かけていただけたらと思います。檜山さんが作った環境ですけれども、中田健トレーナーの指導ものすごいです。ぜひ、
アスリート、将来を夢見るレーシングドライバーは体感いただけたらと思います。この後2月は沖縄トレーニング合宿に入ります。新しく来たレーシングドライバーも沖縄にいてトレーニングすると思いますので、そちらの状況もまた伝えられたと思います。本日どうもありがとうございました。チャンネル11をご覧の皆さん、いつもありがとうございます。チャンネル11を見るなら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。こちらよりよろしくお願いします。チャンネル11、登録してね。登録してね。